悪気があったわけじゃないんです。ただ思ったことがうっかり口に出てしまったというか、金取れたしいいじゃんみたいなところもあって、ダメ金でも立派な金何やってんの。いやー、ポニーテールなんてしちゃって初日から気合い入れすぎ。うるさいな。ってか勝手に開けないでよ。はいはい、すまんすまん。そういえばさ、だから勝手に開けないで。あんた吹奏楽やめるの？なんで？なんで？北王子だから。私と周一はそんなんじゃないんです。周一はただの幼馴染でっていうか、そういう。これなんなの？怖いんだけど。だから勝手に開けないでよ。将来なんて言われてもわからないです。